くん10月27日お誕生日おめでとうございますパパとママとあきちゃんからりくくんへオリジナルバースデーソングギフトのプレゼントです「鬼滅の刃が好き煉獄さんが大好き」「鬼滅の話をするときのリクのキラキラした顔は最高」「ゲーム好き友達と遊ぶの 月ピアノの練習は嫌い本番は好きとにかくやりたいことをやろういつもパパとママを笑わせてくれてありがとう陸が笑っていたらみんな幸せ 素晴らしい一年になりますようにハッピーバースデートリク君のリク君お誕生日おめでとうございます僕は池田ハッピーバースデーと申します 毎日 YouTube 上で有名人の方のお誕生日を勝手にお祝いしそして、えー、依頼を受けてあるいはベースというところで販売をしてバースデーソングギフトを歌わせていただいております、えー、今回はパパとママとアキちゃんからりくくんに対してのオリジナルのバースデーソングを歌わせていただきました、えー、ピアノの練習は嫌いということなんですけれども、えー、鬼滅の刃がとても好きで、えー、その時のキラキラした目が 最高顔が最高だといいいうふうふなことを聞いています、えー、どうかこのコロナで大変な中なんですけども素敵な一年となりますことを願っております。それでは10月27日お誕生日おめでとうございます